彼はロボット。アイザック・アシモフ。1、ロビー、続きから。そうして事態は、科学産業博物館における事件によって、ついにクライマックスに達したのである。博物館では、特別な子供向けプログラムを組み、子供の知能に沿った科学の魔法展が催されていた。ウェストン夫妻は無論、これを必見のリストに載せていた。夫妻は、強力な電磁石の画期的な利用法にすっかり注意を奪われていたのだが、ミセス・ウェストンがふと気づくと、グローリアがそばにいなかった。最初は慌てふためいたが、すぐに落ち着きを取り戻し、3人の係員に頼んで入念な捜索が始まった。だがグローリアは無論当てもなくフラフラどこかへ行ってしまうような子供ではない。年の割には大層意志の強いしっかりした子供で、その点では母親の遺伝子をたっぷり受け継いでいる。彼女は3階で大きな表示板を見つけたのだ。そこにはこう書いてあった。喋るロボット室へ至る。ちゃんと一期一会自分で確かめ、両親はおそらくそちらに足は向けまいと悟ると、あとはもう決まっていた。両親が気を取られている隙にそっとそばを離れると、表示板に従って歩き出したのだった。喋るロボットは画期的な製品ではあるものの、実用性は全くなく、宣伝価値があるに過ぎない。1時間に1回、案内人に付き添われた観覧車の一団がその前に立ち、担当のロボット技師に声を潜めて質問をする。技師はロボットの電子回路に適当であると判断した質問を喋るロボットに伝えるのだ。それはややもすれば退屈なものだった。14の2乗が196、現在の気温が華氏72度、気温は1020ミリバール、ナトリウムの原子量が23などということが分かるのは結構には違いないが、そんなことはロボットに尋ねるまでもない。ことに25平方ヤードもの面積を占領する不格好なワイヤやコイルの動かない塊など不必要だった。もう一度試そうと戻ってくるものはほとんどいなかったが、15、6と思われる一人の少女がベンチにひっそり座って3度目の実演を見るために待ち構えていた。グローリアが入っていった時にはその少女が一人いるだけだった。グローリアは少女の方を見なかった。その時の彼女には人間などは目に入らなかったのだ。彼女の注意はもっぱら歯車だらけのこの大きな代物に向けられていた。一瞬彼女はたじろいだ。これまで見たロボットとはまるで違っていたからだ。グローリアは恐る恐る甲高い声を張り上げた。あのロボットさん、あなたは喋るロボットさんでいらっしゃいますか？自信はなかったが、実際に話をするロボットとなればうんと丁寧に話しかけた方がいいと思ったのだ。15、6の少女はほっそりした地味な顔に激しい興味を浮かべた。小さなノートをさっと取り出すと、何やらグイグイと書き始めた。歯車の滑らかな回転音がして、機械的な音質の声が抑揚も何もない言葉を響かせた。私は喋るロボットです。グローリアは悲しそうにそれを見つめた。それは確かに喋ったけれど、声はどこか奥の方から聞こえてくる。話しかけようにも顔がなかった。グローリアは言った。助けてもらえますか、ロボットさん。喋るロボットは質問に答えられるように設計されているのだが、答えられる質問しかいつも与えられたことがなかった。したがって自分の能力に十分な自信があった。私はあなたを助けることができます。ありがとうございます、ロボットさん。ロビーを見ませんでしたか？ロビーとは誰ですか？ロボットです、ロボットさん。グローリアはつま先立ちをした。背の高さはこれぐらいです、ロボットさん。もうちょっと高いかな。それでとってもいい人なの。ちゃんと頭もあるの。あなたにはないけれど、でもロビーにはあるんです、ロボットさん。喋るロボットはもう話についていけなかった。ロボット？はい、ロボットさん。あなたみたいなロボットですけど、もちろん喋れません。それから本物の人間みたいに見えるの。ロボット？私みたいな？はい、ロボットさん、そうです。これに対する喋るロボットの答えは不規則な噴出音と時折わけのわからない音を挟むことだった。喋るロボットに与えられた一般化の概念、すなわちその存在をある一定の特定物としてではなく、一般的グループの一員として補足することは喋るロボットには荷が勝ちすぎたのだ。その概念を忠実に受け入れようとした結果、ハンダースのコイルが焼き切れた。小さな警告ブザーが鳴り出した。あの15、6の少女はその時点で立ち去っている。ロボット工学の実用的側面に関する物理1のレポートのための資料はこれで十分だった。この論文はスーザン・キャルビン博士のロボット工学に関する数多くの論文の最初のものである。グローリアは苛立ちを上手に隠して機械の答えを待っていると、背後であそこにいるわという叫びがあり、それが母親の声だということはすぐに分かった。こんなところで何をしてるの、悪い子ね。とミセス・ウェストンは叫び、
心配がたちまち怒りに変わった。ママとパパが死ぬほど心配したのがわからないの？どうして逃げ出したの？ロボット技師も飛び込んできて、髪の毛をかきむしりながら集まってきた見物人に向かって、一体誰がこの機械をいじったのかと質問した。あの表示が読めないのかね？と彼はわめいた。案内係の指示なしにここに入っちゃいかん。その騒ぎに向かってグローリアは悲しげな声を張り上げた。私はただ喋るロボットに会いに来ただけだよママ。もしかしたらロビーがどこにいるか知ってるかもしれないと思ったの。だって二人ともロボットなんだもの。するとロビーへの思いが不意にどっと蘇って、彼女は席を切ったようにわっと泣き出した。どうしてもロビーを探せなくちゃママ、どうしても。ミセス・ウェストンはわめきたいのをぐっとこらえた。まあなんてことでしょう、帰りましょう上司、とても耐えられない。その晩、ジョージ・ウェストンは何時間も家を空けていた。そして翌朝、何やら一人胸に収めているような様子で妻に近づいた。いいこと思いついてね、グレース。いいことって？と暗い気のない返事が返った。グローリアのことさ。あのロボットを買い戻せというんじゃないでしょうね。いや、まさか。ちゃんとおっしゃいよ。あなたのご意見を受けたまわった方が良さそうね。私がしたことは何の役にも立たなかったらしいから。わかった、実は考えたんだよ。グローリアの困ったところは、あの子がロビーを機械じゃなくて人間だと思ってることなんだ。だからロビーは忘れられない。そこでだ、ロビーが鋼鉄の板や銅のワイヤーがごちゃごちゃ集まったものに過ぎなくて、命の源は電気だということをあの子に納得させてやったらどうだろう。そしたらロビーを恋い焦がれる気持ちもだんだん薄れるんじゃないだろうか。いわば心理的アタックさ。狙いはわかるだろう。具体的にどうするおつもり？わけないさ。ゆうべ僕がどこへ行ってきたと思う？US ロボット&機械人間株式会社のロバートスンに頼み込んで、明日彼の工場を全部見学させてもらうことにしたんださ。3人で行こう。すっかり見終わる頃にはグローリアもロボットが生き物じゃないって身に染みてわかるだろう。ミセス・ウェストンの目が次第に大きく見開かれて、何やらキラリと光ったが、それはどうやら不意に湧き上がった敬意の光のようだった。まあジョージ、それはいい考えだわ。そしてふんぞり返ったジョージ・ウェストンの直帰のボタンがちぎれて飛びそうになった。僕にはそれぐらいしか思いつかないがね、と彼は言った。ミスター・ストラザーズは実直な営業部長で、当然ながら口数が少々多かった。そういうわけで工場内ではそれぞれの工程ごとに丁寧な説明があったが、いささか説明方とも言えた。しかしながらミセス・ウェストンは退屈しなかった。むしろしばしば彼の話を遮って、グローリアにも飲み込めるような優しい言葉で説明し直してほしいと頼み込んだ。己の話術を認められた嬉しさで、ミスター・ストラザーズは愛想よくさらに事細かに説明し、ますます能弁になった。ジョージ・ウェストンの方はじりじりし始めている。すいませんがね、ストラザーズ、と彼は光電池についての脳書きの最中に割り込んで、この工場にはロボット労働力だけが採用されているセクションがあるんでしょ？え、あ、ありますとも。彼はミセス・ウェストンに微笑みかけた。いわば悪循環ですな。ロボットがさらにまたロボットを製造する。無論そんな仕事を全般的にやっているわけじゃありませんが、一つには組合がそうさせてはくれんでしょう。しかしロボット労働力のみを使って極めて少数ですがロボットを作ることはできます。単に科学実験としてですが、何しろ、と彼は議論好きな男らしく鼻眼鏡で手のひらをしきりに叩きながら、労働組合の連中がわからないのはですね、まあ今までずっと労働運動に共鳴してきた人間として言っているんですがね、ロボットの出現は確かに初めは雇用問題に混乱が生じるものの、必然的にはそうですね、ストラザーズ、とウェストンは言った。ところでお話に出た工場のそのセクションですが、見学させてもらえますか？なかなか面白そうじゃないですか。あ、どうぞどうぞ。ミスター・ストラザーズは勢いよく鼻眼鏡をかけると、罰が悪そうに軽く咳をした。さあ、こちらです。3人の先に立って長い廊下を歩き、階段を降りていく間は、彼も比較的おとなしかった。やがて、金属の物体の動き回る音が想像し、照明の明るい部屋に入ると、咳を切ったように再び講釈が始まった。ほらね。と、彼はトクトクと言った。ロボットだけ。5人の人間が、監督の役をしているが、この部屋に入る必要もない。この5年間、つまりこのプロジェクトを始めて以来一度の事故もありません。無論ここで組み立てられるロボットは比較的単純なものですが、しかし、この営業部長の声もグローリアにはいつしか心よいつぶやきのように聞こえていた。今日の見学は彼女にはいささか退屈で無意味なことに思われた。周りにロボットはたくさんいたけれど、どれもロビーには及びもつかなかったので、あからさまな軽蔑の表情で眺め回していた。この部屋に人間が一人もいないのにグローリアは気づいた。やおら彼女の瞳は部屋の中央の
丸いテーブルでせわしげに働いている6、7台のロボットの上に落ちた。その目は信じがたい驚きを浮かべて見開かれた。そこは大きな部屋だった。はっきりとは分からないけれど、ロボットのうちの一人がなんだか、まるで、そうだ、ロビー、悲鳴のような叫びが空気をつんざいた。するとテーブルの前にいる一台のロボットがふらっとよろめいて持っていた工具を落とした。グローリアは嬉しさのあまりに気も狂いそうだった。両親が引き止める間もあらばこそ、手すりの間をすり抜けて数フィート下の床にぴょんと飛び降りると、腕を振り回し髪をなびかせながらロビーの方に走り出した。そうして恐怖に打たれた3人の大人たちは追いかける途中で凍りついたように立ちすくみ、興奮した少女の目に入らなかったものを見た。大きな図体のトラクターが定められた進路をまっすぐに突進してきたのだ。ウェストンが気を取り直すのに何分の1秒かを要したが、その何分の1秒こそが命取りだった。もうグローリアには追いつけなかった。ウェストンはがむしゃらに手すりを飛び越えたが、すでに絶体絶命だった。ミスター・ストラザーズはトラクターを止めろと監督たちに必死に合図したけれど、相手は所詮人間だったから行動に移すまでに時間がかかった。とっさに、そして的確に行動に移ったのはロビーだけだった。小さな女主人との間の距離を金属の足で一気に飛び越え、反対の側から突進した。すべてが同時に起こった。ロビーは片腕をさっと繰り出してグローリアをつかみ、そのまま全くスピードを落とさずに前進した。グローリアは息が止まりそうになった。ウェストンは目の前の出来事がよく把握できぬままロビーが脇をすり抜けて不意に当惑したように止まるのを見た、というより感じた。トラクターはグローリアがいた地点をロビーが通過した半秒後に横切り、そのまま10フィート前進してギギッと音を立てながらゆっくり停止した。グローリアは息がつけるようになると、変わる変わる抱きしめる両親のなすがままになっていたが、やがてロビーの方を勢いよく振り向いた。グローリアにとっては何一つ起こらなかったのだ。友達を見つけ出したという事実の他には。だがミセス・ウェストンの表情は安堵から暗い疑惑へと変わっていた。夫を振り返り、髪を振り乱した威厳も何もない姿なのに、なんとか厳しい顔をしてみせた。あなたがこれを仕組んだ。そうね。ジョージ・ウェストンはハンカチでホテル額を拭った。その手はおぼつかなく、唇はかすかに歪んで、弱々しい笑みをなんとか浮かべた。ミセス・ウェストンは追求の手を緩めなかった。ロビーは機械の操作や組み立て作業用には設計されてはいなかったわ。ここでは何の役にも立たないはずよ。あなたがわざわざここに連れてきたのね。グローリアに見つけさせるように。そうなんでしょう。ああ、そうだ。ウェストンは言った。だがね、グレース、この僕にだって、まさかこれほど激烈な再会になるとは分かるまい。とにかく、ロビーがあの子の命を救ってくれたんだ。それは君も認めなくちゃなるまい。もう二度と追い払うことはできないぞ。グレース・ウェストンは考え込んだ。グローリアとロビーの方を向いて、しばらくぼんやりと見つめていた。グローリアはロボットの首を、金属でできていなければどんな生き物も窒息してしまいそうなくらい強く抱きしめて、狂ったように興奮して何やらわけのわからぬことをまくし立てている。ロビーの直径2インチの鋼鉄の棒も楽にへし折ってしまえるくらいのクロムスチールの腕が少女の体にそっと優しく回されていて、その目は深い深い赤色に輝いていた。いいわ、とミセス・ウェストンはとうとう言った。うちに置いてやりましょう、錆びるまで。スーザン・キャルビーは肩をすくめた。無論錆びはしませんでしたよ。あれは1998年でした。2002年には自力走行式の喋るロボットが完成して、喋らないロボットは全く時代遅れになってしまいました。そして反ロボット分子にとってはこれが忍耐のギリギリの限界だったんです。世界中のほとんどの政府が2003年から2007年の間に、科学的な研究を除いてはいかなる目的であれ地球上でのロボットの使用を禁止したのです。するとグローリアは結局ロビーを諦めざるを得なかったわけですね。そうだと思いますよ。でももう15にもなれば8つの時よりは簡単に諦めもついたでしょう。でもこうした措置は人類にとってはいらざる愚行でしたね。 US ロボット社は2007年に私が入社した当時はちょうど財政的にはどん底でした。当初は私の仕事も数ヶ月経たぬうちに突如打ち切りという羽目になるんじゃないかと思っていたけれど、そのうちに地球外のマーケットが開拓されましたから。それで落ち着かれたんですね。すっかりというわけじゃなかったけれど、初めは従来のモデルを適用させるようにしてみたんです。例えば最初のしゃべるモデル、彼らは身の丈が12フィート、とても不器用であまり良いものではありませんでした。
水星に採掘基地を建設する手伝いに送り出したんですけど、あれは失敗でした。私は驚いて顔を上げた。失敗ですって？だって水星鉱山は今や数十億ドルの大企業ですよ。今はね。でも成功したのは2度目の時でした。そのことが知りたければね、あなたグレゴリー・パウエルにお会いなさい。彼とマイケル・ドノバンが10年代、20年代の最も厄介なケースを扱ってきたんですから。ドノバンの消息はこの数年聞いてないけれど、パウエルはこのニューヨークに住んでます。もうお孫さんがいるの。あの人がおじいさんになったなんてとても考えられませんよ。若者だった頃しか思い浮かばなくて、もっとも私だって若かったんですけれど。私は博士に話を続けさせることにした。大筋だけお話しいただければ、キャルビン博士、あとはパウエル氏に補ってもらいますよ。そして事実、私はその通りにした。博士はほっそりした手を机の上に広げ、それをじっと見つめた。私が知っているのは、と博士は言った。ほんの2、3だけど。彗星から始めましょう、と私は促した。そう、あれは2015年だった。第二次彗星探検隊が派遣されたのは実地調査が目的で、 US ロボット社と太陽系工業が半々に出資したんです。隊員は新しいロボットが1台、まだ実験段階のモデルだったけれど、それからグレゴリー・パウエル、マイケル・ドノバンで。